冬眠をしないで冬に向けて食べ物を貯めておくウサギがいるよ。それが泣きウサギ。鳴き声を出すから泣きウサギって言うんだって。この泣きウサギは寒いところに住んでいる。寒さに強くて冬眠はしないんだけど、冬には食べ物がなくなってしまう。だから冬に向けて草やキノコ、苔を集めて乾かして冬の食べ物にするんだ。雨の当たらない風通しのいい石の上に広げて乾かして乾き物を作るんだ。うんちだって栄養のある重要な食べ物。ナキウサギはうんちも食料として蓄えておくんだよ。今日も見てくれてありがとう。またねー。